きます。対応してきた FC 東京、しかしもう一度、さあここジャーメイン両のところにボールが収まって前を向く。シュートを放った阿部からジャーメインのところ、まだつながっている。中野からジャーメインへ、そしてハチスカがシュートを放ってしまった。復帰戦となったこの試合、ハチスカがベガルタ仙台今シーズン初の複数得点となる2点目を奪いました。やっぱ真ん中でね、3本4本パスつながって、やっぱサイドバック絞らされましたよね、太田選手がね。そこでハチスカ選手空いたところにうまくパスが出て、ここですね、みんな絞りましたからね、ここで3本4本決まりました。いや、ここでつながりましたよね、はい。そしてワイドになったところ、でもこのシュート結構角度ないんで難しいと思うんですけど、よく決めましたよ、ここ。ちょうどまあキーパーも逆を、ね、警戒したところだったんですが、ディフェンスもスライディングしてきてるから結構難しいところなんですけど、よく決めましたね、これね、抑えてね。ボールも止まっていない状態ですから難しいシュートだったんですが、2点目のゴールを決めました。前半42分、ハチスカのゴールです。